こんばんは。6時のニュースをお伝えします。昨日深夜、愛知県堺市の集合住宅で男が殺すぞと叫んでいると近隣住民から通報があり、警察が駆けつける騒ぎがありました。調べによりますと、昨日深夜2時から3時にかけて男性の声でぶっ飛ばしてやるなどと大声で叫ぶ声が辺り一帯に響き渡っており、不審に思った近隣住民が通報し、警察が駆けつける騒ぎになりました。駆けつけた警察が部屋の前に到着すると、大声に加え激しい物音がしたため、警察は突入を決意。警察はドアを壊し突入すると、身長180センチほどの男が棒のようなものを持ち立っており、警察は2人がかりで取り押さえました。周りに人がおらず、薬物所持の疑いもあるとして、男になぜこんなことをしたのか尋ねると、いや、雲と一言。警察は何か隠語かと尋ねると、雲を退治したくてと、男が指さす先に目をやると、約1センチほどの小さい雲がある。男は大の昆虫嫌いで、雲を退治しようと周りが見えなくなり叫んでしまったとのこと。調べに対し男は、雲と半泣きだったとのことです。続いてのニュースです。昨日深夜、大阪府梅田の飲食店に外国人の男が侵入し、未だ逃走中です。男は侵入前に入念に飲食店の周りを物色し侵入。監視カメラの映像によると、 2,30 分ほど店内をうろついた後トイレへ、そしてトイレから出てきた男はなぜかパンツ一丁でした。男はテーブルに座り、持参していたビニール袋の中からマルちゃんを取り出し調理した後食べ始めました。そして男は気持ちが高揚したのか、店内にあった打楽器を鳴らしながら熱唱。4時間後、男は何も取らずに出て行ったとのことです。現場には男が忘れていった2個目のマルちゃんが残されていたとのことです。調べによると、この飲食店の店長は何事と語っていたとのことです。以上、ニュースをお伝えしました。